21世紀はアジアの時代と言われてますけれども、このアジアの中でですね、日本が一番輝いている、そしてアジアの優秀な人たちがみんなここに集まってきて競い合う、まあ、そんな国をですね、まず作っていきたいと思って、未来開拓戦略というのをこの間政府与党で発表しました。いろんな底力も発揮して、まあ、切磋琢磨していく伸びゆくアジアの、まあ、リーダーいう社会にしていくことによって、お子さんが生まれて本当に日本に生まれてよかったなと誇りを持てるなと、そういうふうにしていきたいと思っております。まあ、そのための子育ての支援というのをですね、一生懸命、今までもやってきましたし、これからも充実させていきたいというふうに思っております。幼児教育を、まあ、無償化していこうと、この3年間でですね、一番大事な、3歳から5歳というですね、まあ、人間の基礎が形成されるところ、ここで、本当にジャンプスタートが、まあ、図れるようにいたしたいというふうに思ってますし、それから、まあ、親の収入とかですね、そういう家庭の状況で、差がつかないように、例えば奨学金も後でお返しするというものだけではなくて、そのまま差し上げるという奨学金もですね、まあ、作っていこうと、こういうこともやっております。今までの児童手当、これも、まあ、所得制限はありますけれども、きちっとですね、続けていきたいと、その家庭に応じた、ライフステージに応じた、きめ細かい、サービスをですね、提供していきたいと、そのことによって、子育ての不安がなくなって、そしていい日本を作っていくことによって、生まれてよかったというふうになっていきたいと、こういうふうに思ってます。年金制度は本当に国民の皆さんの関心が強い、そして不安不満もいろいろ出ている分野です。まずは記録問題、社会保険庁労使ともにですね、特に、労働組合がいろんなオンライン化反対闘争をやったと、闇協定を結んだという中で、ご迷惑をかけましたことをお詫びをしながら、来年までにはですね、来年の終わりまでにはこの問題に決着をつけるということをお約束したいと思っております。まあ、その上で、将来に向けてですね、どういう年金制度にしていくのかということを今与野党競い合っておりますけれども、我々は大きな混乱を招くような大革命ではなくてですね、今の制度、自営業の方と働いていらっしゃるお勤めの方とですね、この違いに着目した国民年金と厚生年金、共済年金の制度、まずは共済年金と厚生年金を一元化すると、その上で無年金、低年金問題が出ておりますので、10年というですね、今の25年から受給資格を10年に短縮することによって、この問題にも解決策をきちっと出していきたいというふうに思っております。大きな革命のような変化をやりますと、40年間混乱の中に年金のシステムが置かれると、そういうことから我が国の年金制度をきちっと守っていって、あれだけ不祥事のあった社会保険庁、国家公務員でなくすということを散々抵抗がありましたけれども、決めさせていただいて、民間からフレッシュな方をすでに1100人内定しました。この人たちに入っていただいて、本当に仕事をしてくれる年金機構というものをきちっと我々は作っていきたいというふうに思っております。外国人の方がですね、どんどん日本に来てもらえると、アジアのリーダーになって切磋琢磨すると、これは日本の目指すべき社会の姿だというふうに思っています。で、外国人の方が外国人として働くということと、この人たちが日本人になってもらうということは一つの大きな違いがあります。憲法にも書いてありますように、国の基本的な権利の一つである参政権、これは日本の国民が等しく持つというふうに定めておりますので、我々はこの国の基本的な参政権、政治に参加する権利というのはですね、この日本国民の固有の権利であるということを守っていきたいというふうに思っております。これは世界各国共通でありますから、我々もその原則の中で、きちっと外国人の方で、日本人になって日本の政治にも参画したいという方にはですね、なるべく広く門戸を開いて、いろんな方が日本人になっていくということを考えていきたいと
というふうに思っております。しかし外国人のままで働きたいという方には、そういう場をどんどん提供していきたいと、こういうふうに思っております。そこの原則はですね、責任を取としてきちっと守っていきたいということを申し上げた上で、特にアジアの優秀な人材、日本にどんどん集まってきて切磋琢磨して、アジアのエネルギーの源泉は常に日本発だという社会を作っていきたいと思っております。農林水産業、これはですね、非常に壁があると言われておりますけれども、制度的な壁というのはあまりありません。一番大きな壁だと思われますのは、本当に収入があるんだろうかと、やっていけるんだろうかと、こういうご心配ではないかというふうに思っております。まあ、資料を見ますと、今新規就農者毎年約8万人、39歳以下は 1.5 万人ですから、まだ少ないというふうに思いますので、これを支援していくために、いろんな資材やですね、初期投資の貸し付け、それから研修などをやっていってですね、どんどんとこの農村にですね、入っていける人を後押ししていこうと、それから農村の方もみんな来てくれると喜んでくれます。また新規就農者はみんな集まってもらって、それぞれ悩みを語ってもらうと、また優秀な方を表彰していくと、いろんなことをやりながらですね、この人数を増やしていくとともに、やっぱり収入がきちっと確保できるという対策もきちっと打っております。今度の平成の農地改革といわれる農地法の改正で、規模をきちっと大きなものにできるような施策をいくつか用意させていただきました。相続でバラバラになっている農地や、どなたが相続されているかわからないような、土地をきちっと集約できる制度、そしてそれをきちっと土地改良して、農地にできるような仕組みにしてあげて、その若い人にお貸しをすると、こんな仕組みも作りました。そしてそれに加えて、法人がですね、農業に入ってくる、この仕組みもどん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 広げております。いろんなところでたくさんの人ができるようにする。そして、漁業もですね、浜に入ってきて、研修をすれば、その漁師さんに研修費が行くと、こんなような仕組みを作ってですね、今田舎で農林水産業をやってみたいという人が増えてきている。この期待に応えて、農林水産業に新しい、特に若い人がたくさん入ってこれるような仕組みを今からも推進していきたいと思っております。インターネットは、もう現代のいろんな活動に欠かせない、トゥールになってきました。オバマ大統領もこのインターネットの力を大いに活用しながら大統領選を優位に進められたというふうに伺っております。我々も基本的にはインターネットを活用していこうと、いろんなところで使えるようにしようと、こういう原則で、考えております。まあ、一方で、炎上するという言葉があるようにですね、一方的な匿名の誹謗中傷というのが集中すると、こういうところの弊害を取り除く方法を考えながら、この便利なインターネットというのをですね、大いに、選挙や政治、この分野にもですね、広げていきたいなと、こういうふうに思っております。